皆さんこんにちは、岡田真央です。はい、おはようございます。おはようございます、いつものスポーティーコーヒーです。すいません、はい、本当はい、というわけで、うん、今日は、はい、昨日ワールドカップ予選がね終わったんですよ、はい、女子の日本代表の、はい、盛り上がってますね。もうすごい楽しかったから、うんうんうん、ちょっと振り返ってみたいなっていう。振り返り編ですね。でまずはカナダ戦ですね。そうですね、はい、カナダ戦やばかったですよね。もうすごい展開でしたよね。そう、すごい展開でしたよね。だって1クォーター目が15対17で、うん、まあ良かったけど、そう2クォーター目で8対23っていうね。正直、うん、相手レベル上で4位とかでしょ。4位ですね、フィバランキング。で、20点空いたら、うん、こっからはちょっとむずいんじゃないかなって思いますよね。で、実際みんなも言ってたんですよ、そのライブ配信で。でね、まあ言ったら恩塚さんになって初めてだし、うんうん、そのメンバーも新しいメンバーじゃないですか。そうですね。だからみんなこの時に、あ、やっぱちょっとまだ合ってないんじゃないかとか思ったとは思うんですよね、チーム。でもこっからの3、4クォーター目がもう、まあ、3クォーター目が23対14、うん、で4クォーター目に27対19なんですよね。でここでまあオーバータイムになるわけじゃないですか、ね、もうよく体力ありますよね。いや、まずそこですよね。オーバータイム合わせての出場時間だけど、うん、ステが35分出てるでしょ。ステ35分も出てる。35分出てるんですよ。で、ひまわりちゃんが33分半出てるでしょ。で、林咲ちゃんが31分、うん、ラムちゃんが30分、まあ30分台出てるのこの4人ですね。まず、まあ、ラムちゃんお帰りなさいっていうところからなんですけど、どうなんですか、そのちゃんと動けてる。めちゃくちゃ動けてましたよ。点数は、まあ、12点、うん、で、9分の5 55.6% ですね。3はこの日打ってなくて、で、リバウンド8してるし、はいはい、アシストは5してるんですよ。あ、そうで、まあ、ターンオーバー2だし、それで。で、EFF が18。確かに EFF ってなんか貢献度みたいなもんなんですけど、あのすごいですね。そう、そんな数値化できる。数値化してるんですよ。その得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックを足してで、マイナスそのフィールドゴールの失敗数とかフリースローの失敗数とかターンオーバーとかを、まあ、引かれて、そのあ、なるほど、この人は その試合にどんだけプラスのことをしたかみたいなのが出るんですけど、それが、まあ、18、高いんですよ、18とかいくと、ね、でこの試合で一番高かったのがステですね、20です。あ、そう言われると分かりますわ、うん、そうでしょ。めちゃくちゃ走ってたし、もうほんとすごかったですよ。ステ外してましたよね、ステメンバーから。よく外しますよね。あんな僕は言いましたよ、ステはどうします。いや、言ったけど、だから私もめちゃくちゃ迷ったけど、だからあの時私ちゃんと分かってなかったですよね、そのね、あの、まあ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 、まあ、ステでしたよ。すいませんでした、本当にそれは。っていうわけで、このカナダ戦の注目選手の3人を挙げたいと思います、ね。1人目お願いします。もう1人は今言ったステですよね。まずステはもう1番でしょうね、本当に。まず得点が18点取ってます。おー、で18点、そう、18点。チームトップですかね。チームトップです、これがチームトップでしょ。で、2ポイントが6分の4で 66.7% ですね。もうこれすごいでしょ、まず、はい、で、3ポイントは1分の1なんですよ、100% でしょ。すごいな。で、フリースロー9分の7。まずフリースロー9本もらってるってことがまずいいじゃないですか。結構ドライブ、そう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 、そう言ってたでしょ。で、リバウンド4、まあ、アシストは1だから、まあ、自分で言ってたみたいな感じですね、うん。まあ、ターンオーバーは3してるけど、まあ、スティール2してるし、EFF が20だから一番高い。なるほど。だからね、もうこの子の本当に、見ましたよね、ユーロステップ。見ましたよ、左から行って、もうすごかったです。しかも左から45度よりちょっと0度目だったと思うんですよ。 そっから右足入れて、で最終的に着地した位置ってもう真ん中らへんじゃないですか。そう、打って流れながらちょっとバンク打って着地した位置が真ん中、ボードと平行に飛んでますよね、っていう感じですよね。難しいですよね、難しい、ボードに向かっていってないですもんね。そうそうそう、避けてるから、あれを入れれる。最初多分ちょっとその体の当たりとかにカナダのなんかまだ慣れてなくて、ちょっと流れて打っちゃったりとか多分してたと思うんですけど、後半になって、まあみんなですけど、みんな対応してきて、その2歩目のをちゃんと
強く踏むみたいなのがすごいできてきたなって思って。いやそうなんです。だからユーロもそうだと思うんですけど、1で体当てて2でちゃんと、うん、あのシュートレイアップ打つみたいな選手もたくさんいたし、宮崎沙織ちゃんとかもそうだし、舞ちゃんとかもそうなんですけど、うん、体の当て方に慣れて、で2歩目をちゃんと踏ん張れるようになったみたいなのがすごいあったなと思いました。スデはだから本当世界の中でも一人で守れる人は少ないだろうなって思う選手ですよね。まあっていうね、オールラウンダーですよね、うん、オールラウンダー、この子は本当にオールラウンダー。でも、まあ、体力ありません、あるあるある、すごいずっと走るし、で、まあ、一番そのまだスリーポイントっていう部分だけ弱いかもしれないですけど、ステ、そうまだね、あの他のみんなに比べたら、ね、まあ、全然入るよ、そうそう全然入るんだけど、どっちかというとドライブとかの方が多いタイプですよねっていう感じ。ステはちょっと MVP 級の、うん、そう働きしましたね、はい、ブロックも2位してるしって感じ。2人目は、はい、で2人目はひまわりちゃんですね。あー、出た。ここはもうここですよね。ここも EFF が19なんですよ。もうステの次19いってますからね。19、そう、得点が15点取ってて、でフリー、あー、2ポイント7分の4、 57% です。で3ポイントは2分の2です。 100% です、ね、3決まりますよね。すごいですね。この試合日本言ったら3が20分の8なんですよ。 40% なんですよ、ね、はいはいはい。で前半9分の1とかだったんですよ。ああ、前半あんま入ってなかったですよね。打ててもないし入ってもなかったんですよ、うん、その後半それもうむちゃくちゃケアされちゃってた、うん、そうそうそう、カナダがね本当もう日本の3をバンバン止めに来てたんですよ。で後半に言ったら、11分の7入れたわけでしょ。うわ、すごいな。もうすごいですよね。そっから 40% まで来るかって思いましたね。って感じ。ひまわりさんはどこがすごいんですか。もうひまわり、そう、細いですよね。でも運動能力すごい高いですよね。 あの大きさですよ。だってスデより大きいんですよ。184、184あるんですか。そう、184あってあの動きできちゃうのがすごいし、あの子も3入るでしょ、だって、うん、でドライブもいけちゃって、うん、ああいうひまわりだってユーロステップみたいなの踏んでたんですよ。ああ、本当にドライブ行って、うん、そのひまわりも1歩目から2歩目をちょっと角度変えて、なるほど、ゴール下左ドライブ行ってね、ゴール下行ったんだけど、そのまま打つんじゃなくてゴール下にちょっと避けたことによって入りすぎたから、うん、蹴ってちょっと外に出てこういうシュートとかも打つんですよ。だからその一歩ずつからのその空中でもこうやってバランスを取るみたいなのとかがもうすごい運動神経めっちゃいいんだなっていう感じですよね。そう、あの大きさでそれできちゃうから、この子もオールラウンダーですよね。だから言ったら、なるほど、この子こそ、はい、ひまちゃんもすごいこの成長度半端ない子ですよね。最近のオリンピックの時よりもっと上手いなって感じ しましたもん、なんか、はいはいはい、で恩塚さんにもうやっていいって言われてるんですよ。もうひまわりをもっとやっていいみたいなことを、あ、もう好きにボール持ったら行っちゃっていいよっていう、うん、もうそれがすごい見えましたね。そのカナダ戦もボスニア戦ももう自分が行くんだみたいな。で残り1人、はい、3人目が誰でしょう。山本舞ちゃんですね。あ、私は今回選ばれた。そう、もうみんな多分舞ちゃんやっぱすごいってなったんで、うんうん、と思うんですよ、この試合、うん、先発ではないですよね。そう、先発ではない。宮崎沙織ちゃんももちろんめちゃめちゃすごかったんですけどね、この子もめっちゃすごかったんですけど、で貢献度が次よかったの EFF ラムちゃんが18なんですけど、うん、まあ、その次のがこの山本舞ちゃんで12なんですよ。あ、12、そうで19分出て12点、効率的な、そう効率的でしょ、すごいでしょ。これ3の人ですよね、この人。そうそうそう、まあまあ何でもある子、この子も何でもある子。2ポイントが6分の3の 50% でしょ、うんうん、3ポイントも4分の2の 50% なんですよ ね。 立派ですね。そう、立派でしょ。でアシストも5してる、アシスト5してる。もうこの試合ラムちゃんとのアリウープが2回ぐらいあったんですよ。ほうほうほう、もう あったわ。あったでしょ。ダンクじゃないですけど、アリウープしてた。そう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 、あんなんするんですね。するんですよね。この子ね、パスセンスも抜群なんですよね。自分もいけちゃうんだけど、もうパスするところもちゃんと分かってるから、もう若いのにね、そこまで全部分かってる子って、なんか性格もね、可愛い、元気なんですよまあみんなそうか、元気、女の子っぽい、お茶目、なんだろう、赤ちゃんいやいや、赤ちゃんは赤ちゃんみたいな感じ、女の子関係なくなって本当に本当に。でもすごい、なんかツイッターとかでも、うん、
ファン むっちゃいますよね。あ、そうなんだ。まいちゃんでた、まいちゃん、そういう言い方です、まいちゃん。あー、孫めちゃめちゃちっちゃいですよ、孫、みんなの孫、ま、みんなの孫結構なんかディープ3とかも決めますよね。そう、よく届きますよね。いや、ま、でもあの子ほんとディープ3やばい。 3X3 の代表の時からで、まあ、まいちゃんディープ3も、ま、3も本当にパーンって打って入ってたし、もうあのアシストも本当にうまかったし、やっぱねドライブも3があるから出ざるを得なくてそれを抜けるっていう、で抜いた、カリー的な人です。そうそう、カリー、本当カリー的な人だと思います。何ですか、カリー的な人。いやいや、カリー的な人でしょうよそうで、もうそのドライブもうまいから、速いし、しかもそのただ勢いだけじゃなくてちゃんと体当てて打てたりとか、そのフィニッシュの方法もちゃんとこの子は持ってる子だから。なるほど。でしかもフィニッシュの方法も持ってるから、ブロック行こうと思ったらアシストもできちゃうから、もう本当にこの子は止めれないですよね、マジで。しかもだってさ、22歳ですよ、今。若っ。やばくない？多分捨てもそんぐらいじゃない？でも23。あ、ほら、ここあたり、この次世代の次の日本、ね、もっと早いバスケなんじゃないですか。ねえ、早くて正確なって感じですよね。やばいよな。まあ、ということでね、はい、あの最初はね、カナダ大きいし、みんなこうディフェンスとかも寄っちゃって、うん、外のスリーとか結構やられてたんですけど、で、カナダにはうちらのやりたいスリーを封じ込まれてみたいな感じだったけど、はい、まあ、後半は日本の体力がね、やっぱ上回ってスリーも打てるようになって、最後は本当にスリー消しに来てたけど、林崎ちゃんとか三好ちゃんとかそのドライブして打とうとして、それはチェックに来るけど、それをかわしてもう一回打つみたいなのを入れたりしてたから、もうなんかすごい無理な体勢でも入るんですね。入りますね、本当に。経験とね、練習と、そしてセンス、というわけで、まあ、カナダ戦、はい、はオーバータイム。カナダ戦ね、カナダ戦はオーバータイムになって、うん、オーバータイムは13対6で勝ちましたね。もう本当に素晴らしい。この試合見てた人たちは大興奮だったと思いますね。というわけで、カナダ戦終わりました。はい、じゃあ次は、あれですね、ボスニア行きたいと思います。はい、Watch out now, I'm ready for a good time.